輝くトラペゾヘドロンは、本体である輝く黒い多面体と、それを収める金属製の小箱からなる。多面体は、直径約10センチメートル、4インチ、ほどのほぼ球形の結晶体で、不揃いな大きさの切り子面をあまたく備えている。色はほぼ漆黒で、ところどころ赤い線が入っている。箱は不均整な形状をしており、非地球的な生命体をかたどった奇怪な装飾が施されている。多面体は、箱の内面に触れることなく、金属製の帯と奇妙な形をした7つの支柱によって、箱の中に吊り下げられている。輝くトラペゾヘドロンを見つめることで、心に異界の光景を浮かび上がらせ、混沌のあちらより、闇をさまようもの、と呼ばれる存在を召喚できる。輝くトラペゾヘドロンは、暗黒星ユゴッスで作り出され、南極大陸で繁栄した異星生命体、古き者ども、が地球にもたらしたとされる、彼らの滅亡後、ガルーシアの蛇人間によって廃墟から持ち去られ、超太古のレムリア大陸で初めて人間の目に触れることとなった。その後、アトランティスや、暗黒のファラオ、コトネフレン、カノ支配するエジプトなどの各地を巡った後、エジプトの忘れられた廃墟で発見され、異端の宗教団体、星の知恵派の所有物となった。